高速ゆかりの集まりのあなたも、あなたも、あなたも、みんなにプロデュースできる素子アイドル、またあるでーす。さあ皆さん、今日はセーラー服に釣られてきたの？そうよ。だったんで、はい、ちょっとまあ夏休みということで卒業してからだいぶ経ってるんですけどね。ねえ、でも可愛いでしょ。可愛い。ちょっと反応が遅いんだよ。可愛い。可愛い。可愛い。今日さ、なんかさ、初めて来た人とかいるの？平気？新規も料金とか。え、本当？本当？ありがとう。本当だけでしょ。なんかここ本当に。ありがとうございます。あの LINE もね、あの新しく公式 LINE に、あの LINE アットの公式になりまして、特典券プレゼントとかしてるんで、よかったらそちらもご登録お願いします。お願いします。じゃあ勝手に自己紹介します。はい、佐藤ことさとはるかです。はい、田崎あんこと田崎れいなです。はい、ラジオこと片瀬なるみです。私たちのパルはおー、今日もにも心にも目にも身を覚めてください。よろしくお願いします。お願いします。暑くない？暑いよね。いつもよりカメラ多くない？でももっとあるかも。それは出して、みんな買ったのカメラ？カメラこのためにセラフだから。あなた撮ってないじゃん。直した曲の中でも最近やってなかったのをちょっと、はい、やります。聞いてください。はい、マジ。
します。ありがとうございます。ありがとうございます。マジお肉で内藤センセーションセミシグレを3曲続けて聴いていただきました。お肉やるの地味に久々じゃない？だいぶね、みんなあれ気づいてるか言ったことある？なになに最初の位置。あ、最初のポーズ。そう、それ、ね、3人でね、牛になってんの。3人じゃない、はるかだけじゃ牛やらされてんの。あ、そうだ、私だけ牛やらされてんの。はるか見えないでしょ、ちょっと後ろの人ごめんなさいね。人間ペセキが人間で、私が角。あ、え、角いたの？角だよ、私。なんで角だよ。角だよ。嘘、え、じゃあ私角作ってたよ、自分で。え、いらない、いらっしゃる。え、ハサミに角できちゃう。あ、そうそうそう。あ、そう。あ、確かに。バーカ。何よ、離婚よりきたの。いいわよ。まだ何なんだっけね、ここで話すの。実は、バロップアイドルプレイっていうのは、バロップアイドル大集合のワーニングが渋谷ウームであります。どうですか、イカデミーさんは。やっぱさ、バロップアイドルさん増えてるじゃないですか。増えてる、徐々に。その中のトップアイドルですから。そうなんです。なので、TO なので、 TO?TI じゃん。 TI なので、ね、うん、あの明日引っ張っていかなきゃなって思います。なんかさ、すごいよね。だってさ、アイドルをさ、やったことなかったさ、うん、人たちがさ、アイドルをやったことなかった会社で始まってさ、うん、そうだよね。さ、キヨもね、うん、お主もね、こんま、誰かいない。こんま、そうだよ、ね、ってなるよ、また。え？え？どうしたの？通っ、え、怖いんだけど。やっぱり時間もやるとか。違う違う違う。あ、違う。この前怖い話してたよ。で、聞いた？もうこのくだりめんどくさ。違うよね。怖いよ。あの前が怖い話したから。だから会話が通じないんだよ、もうここ。え、そんなことあるの？ないですよね。さあ、じゃあもう後半戦ですか。いや、待って、告知しなきゃいけない。あ、そう、ノタフェスなんですけど、9月1日からじゃない、9月1日からめっちゃ悪いじゃん。9月1日にノタフェ主催の夏フェス、ノタフェスを開催します。これはここまで、ここに来てる人はみんな知ってると思うんだけど、なんと今日の夜9時にタイトル公開になります。出ます。もう出演者さんもね、あの、うん、豪快な出演者の皆さん。すげえじゃん。よく気づいた、気づいた、気づいちゃってね。そうそう、山下に速攻 LINE したらすぐ直すって言ってたから、多分もう今から登録したら普通に豪華だって書いてあるって。赤いユーテーブルが公開になります。そしてここからですね、ノタの6人体制となりまして、もう新メンバーと今レッスンも進んでおりましてね、はい、いかがでしょう。さっきもやってたんだよね。そう、さっきもやってた。そう、だからさ、うん、うちらとしてはさっきやった曲も今やってるじゃん。今やってる。なんか位置わかんないみたいに。そうそう、真逆行ったりするからね。なるよね。なるなる。こんな頭使うライブ初めてってなって。それはもう来週までですから。あー、寂しい。めっちゃなんか寂しがってたの。寂しい。寂しい。さっきなんかハグしたの。うん。うん、そう、寂しがってたから。そう。だから報告ハグしたよってね。ハグしたんだよね。そしたら、あれ寂しい感じが出たんです。あ、そう、背中からも出てた。で、寂しい感じが。こっちは、ハルカは前を向いてる。いいことじゃん。いいこと、よかった。いい背中してる。いい背中してる。まあ、じゃあちょっとね、本当にあと1週間となりましたので、うん、ぜひワーニング、そしてアトジャムのオフィシャルブック予約と、あとはアトジャムと残っておりますので、3人体制も少なくなってきましたが、6人体制に向けて、頑張っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ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 、じゃあ後半戦ですね。はい。もうラストスパートですね。ラストスパート早いですね。じゃあ恒例のやつやりましょうか。
皆さん、じゃあ、テレビ上げてください。で、あ、両方いける？あ、いける。あ、いいじゃん。乾杯。せーの。ウィー。何？何？分かります？足りない？首上げてください。これだけだって。あの、ダメ、親指とか。人差し指勝手に下げちゃダメだよ、みんな小指だけって言われたんだから守ってせーのウィウ私からは何もございません。正直嫌いじゃないよ。いや、私も正直嫌いじゃない。絶対だと好きでしょ。これは好き、結構好き。やめた、もっとなんか一体感あるのがいい。私は一体感を作りたいだけなの。うん、どうやったら作れるかな。今田崎さん以外のみんなでこれは何の時間だろうって言ってたの。結構生まれてきたけど。じゃあ皆さん手挙げてください。せーの、ララ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 ラ、なんとかみんなとこの景色を見てすごい嬉しいの。私は次の曲ね、こんな感じだから皆さん一緒に歌ってくれて嬉しいな。ちょっと最後もう一回いきましょうか。いくよ、大きな声でラララ、もっといいよ。ララ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 ラ皆さん最高です。それでは次の曲、それやってください。ペンギン人間。Yeah.
Thank you.
9月1日に新年を迎えまして、次やる定期ライブには、きっともうここに6人いることでしょうという方にいらっしゃいます。あ、そう、だからね、8月30日と、あと9月1週目、9月6日もちょっとお休みさせてもらいますが、その分のオタフェスと、アパートジャムと9月もそろそろ予定が出てくるかなと思いますので、 どうしよう、でも待ってる、え、でもなんかすごいなんか熱気がすごかったじゃない、いっぱいなんかコールしてくれたし、いっぱいカメラ撮ってくれたし、まあセーラー服だからかもしれないんですけど、みんなの熱気があればなんか6人になっても大丈夫だなって改めて思いました。 ここがよくワロクがホームなので、できればも続けていきますし、まあ何人になってもあなたらあなたらしくやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただいていいですよね。もちろんです。よし、それではじゃあ、残り1週間、残り2週間くらい、3人体制と6人体制も本当によろしく。